はい、こんにちは。ナオスケです。今日はですね、なんと今、タイに来ております。タイといったらね、ホテルがね、すごい安いんですよ。結構いい感じのホテルに泊まってるんですけど、一泊ね、8000円とかなんで、東京渋谷で一泊したらさ、ビジネスホテルでも1万円するからさ、なのにこのホテルは8000円でバイキングまでついてるんですよね。で、今日はね、一食だけチートミールをしようとずっと考えておりました。ずっとね、毎日カオマンガイを食べたり、毎日ヘルシーなね、料理をずっと食べてたんですけど、この朝の一食だけ、バイキングで何があるかわからないけどね、好きなものを食べようと。なのでこれからバイキング会場に向かって、そして好きなものを好きなだけ食べたいと思います。一食だけ。うわ、結構ある。ちょっと楽しみ。これはソーセージとかカレーでしょ、チャーハン。うわ、やばい。やばすぎるよ。ちょっと待って、ドーナツめっちゃ美味しそうだし、これも美味しそうだし、やばいって。よし、完成。こんな感じで好きなものを今たくさん取ってます。いただきます。僕のファーストテイクは卵とチキン、チャーハン、カレーナン、シューマイみたいなやつ。シューマイじゃ肉まんのちっちゃいやつか。とりあえずこれでウォーミングアップです。いただきます。めちゃくちゃ美味しそう。カレーをちょっとね、食べたかったんですよ。いただきます。うまい。スモーク。うん。チャーハン。うまっ。なんかいろんな国の味がする。インド、中華。クワトロ、目の前で作ってくれた。これオンリーエッグなんだけど、卵だけしか使ってないのにこんなふわふわらしい。うん。スクランブルエッグは本当に美味しい。このシューマイ気になる。バーベキュー味、これもちょっと気になるよね。うん。何味なんだろう、これよくわかんないな。でもめちゃくちゃ美味しい。ホテルが一番ご飯屋さんの中ですごい衛生的だから、朝が一番安心できますよね。屋台とか結構虫とかがすごい存在してるから、苦手な人は苦手かもしれない。今のところ何が美味しいですか？全部美味しい。チキンうまいっすね。減量中でも食えるのにチキンがうまいっていう。チーズみたいな感じする。スモークチキンです。うん、美味しい。大会の時よりかはちょっとだけ乗ったかなという感じです。でも相当クリーンにね、ご飯食べてます。何が辛かったですか？辛かった。味覚終わったかもしれない。辛いくずいの。うん。パン系が絶対に美味しいと思う。パン行きたい。うん、ファーストテイク目終了でございます。2テイク目。2テイク目はですね、洋で攻めました。洋ドーナツでしょ。チョコのなんかわかんないね。これも多分チョコのなんかわかんないやつだけど。で、これ食パン自分で焼いたのと違うブレッドと、こっちがやばい。ホットケーキ、フレンチトースト、バターパンプみたいなやつ、カスタード、チョコレート、蜂蜜かかってます。やばい。いただきます。チョコレートからいただきます。ん？チョコじゃない、ストロベリーデニッシュだ。うん。これは食べれない食感です。うますぎる。このドーナツいってみよう。日本にはなさそうな色のちょっと怪しいドーナツ。うんうんうん。あ、あー、なるほどね。固めのドーナツだ。乗ってるのはチョコとカスタードかな。めっちゃ美味しいこれ。普通にジャム食パン。ジャムがうまい。ジャムが美味しい。本当だ。ちょっと違う。めっちゃ美味しいわ。うまい。このチョコソースやばいっすよね。わお。ビターです。多分ホットケーキに合うようなチョコレートだ。パンは本当に何でも合いますね。このホットケーキたちをいただきたいですね。いやー、優雅な朝ですね。しみしみホットケーキ美味しい。はちみつチョコにつけていただきます。おいしい。うまい。バターケーキみたいなのもなんか、何なんだろうこれ。フレンチトーストみたいなやつ。あ、でもめっちゃしっとりしてる。うん。これもフレンチトースト食べる。うんうん。なんか油揚げみたいな味する。油揚げを甘くしたみたいな味する。本当にこの表現合ってると思う。結構十分な量食べましたね。結構ね、重くなってきました。やっぱり一食だと食べれる限界があるから、チートはもう一食にするって決めると結構いいかもしれないです。でもまだいける、全然。チョコデニッシュ。あ、これもベリーだ。ベリーのデニッシュだ。フレンチトーストみたいなのあるんですよ。ちょっと四角いこのあれが美味しかった。しっとり系。これはみんなが想像するイチゴのドーナツと同じような味。2テイク目完食です。次に行きましょう。ラストはね、南国といったらやっぱりフルーツでしょってことでたくさん持ってきました。これね、スイカとパイナップル、こいつらはねやっぱタイのね結構定番かもしんない。どこに行っても置いてある。いただきます。うんうん。この口が甘々な状態でも感じる甘さ。あ、めっちゃ美味しい。うん、めっちゃ美味しい。果物独特の腹に水分がたまる感じ。でも気づいたのは、チートはもう腹いっぱいまでいければ OK。 もう甘いの食べたくないとか、しょっぱい味っぽいの食べたくないって思わせて、その期間をいかに延ばせるか。ちょっとだけ食べようかなって言ったら、もうより食欲をほのかすだけだから、やるときはこうやってバッて決めて、もう甘いのもしょっぱいものいいですっていうのが本当に成功するチートデーだと思います。もういらないなって思うぐらい食べることがすごい大切。ということで、ごちそうさまでした。帰ってきました。お腹いっぱい。とりあえずね、ビタパワーとかビタミン系を飲みます。お腹いっぱいすぎる。今日は一日すごいゆっくりな日なんで、体をすごい動かしてカロリーめちゃくちゃ稼ぎます。ということで、いきましょう。やばい。めちゃくちゃ怖い。よーし、マーケット歩くぞ。歩いて有酸素して消費カロリー稼ぐよ。やばいジムに来てしまったかもしれない。向こう側が海なんだ。すごい。結構デカめのジムでトレーニングで消費します。ジムが終わって今ねビーチ沿いに来ました。ジムで相当ねカロリーを消費できたので、こっからちょっと日焼けして日本に帰国したい。やっぱりね日焼け高いからね、タイでいくらか焼いて日本での日焼けを節約したいですね。いやー気持ちいいよ。ほら辺り一面海です。これで焼けるでしょ。焼けないわけがないよね。真っ黒になります。タイのプール来ました。最高かもしれない。うわ、深っね。これ足つかないの。ついてる。超気持ちいい。よしということでね、もうめちゃくちゃ歩いてタイでねたくさん動いて、そして帰ってきました。今のね体こんな感じです。大会から比べたらだいぶね脂肪も乗ったかなって感じだけど、これからカロリーもちょっと増やして、大会もね8月に2個ぐらいあるんだけど、そこはまたちょっと違うね、もうちょっとサイズアップしたナースケを見せられたらなと思ってます。ちなみに iPhone ではねこのヘルスケアっていうアプリでどのぐらい歩いたかっていうのが分かるんだけど、1日目が 14,090 歩、そして2日目が 25,893 歩、3日目が 18,757 歩で、その後飛行機に乗って帰ってきたって感じです。まあ基本的にさもう1万歩を大きく上回ってる。そして僕の身長体重とか持ってる荷物とかを考えると、1万歩歩くとね400キロカロリーぐらい消費するっていう計算になります。だからもう歩いてるだけで下手したら1000キロカロリーぐらい消費してるのね。でそのプラスでトレーニングをしてるから、まあ大体1000キロカロリーぐらい1日消費してるって考えると、このぐらいのチートデイじゃやっぱり太らないなっていうのが、まあ数字から見た時に感じることでした。まあ本当におおよそでしかないんだけどね。だから、1日のうちの1つの食事でチートを入れるっていうのはかなり有効な手段なんじゃないかなと思うので、ぜひね、これも参考にしてみてください。そして何より、チートデイ、最高でした。理想の体はみんな違うをコンセプトに炎のマークが描かれたアパレルも販売しています。よかったら概要欄から詳細をチェックしてね。